選挙カーが来なくなってやっとゲームができるぞと思ったイベントが、どんなストーリーだったっけ。だいぶしてないから忘れたぞ。またセブンが来た。セブン、また来てるんだな。どうしたんだ周りの信者たちは。プリビエ、キリト。だってここはとっても落ち着くんだもん。さながらアイドル御用達の隠れ家ってところか。結構街のど真ん中に立ってるよなこの店。そうかもね。でも確かにアイドルは普段チヤホヤされてるように見えるかもしれないけど、あれって親が子供を甘やかすのとは全然違うのよ。ごっこ遊びなんだから。ボロッカスに言ってるな。ごっこ遊び。うん、チヤホヤされる側とする側で互いに理解し合って演じてるの。そうなのか。本心から私と結婚したいとか自分のものにしたいって思ってるクラスタなんていないんだから。いや、そんなことはないぞ。アイドルオタは結構やばいの。いや、これ以上言わんとこ。そうなのか。俺はアイドルにハマったことはないけど、そう思ってる人だっているんじゃないの。そう思ってる人もいるよ。もちろんゼロとは言わないけど、大多数がごっこ遊びだと思ってる。大多数はね、ある程度の人はそういうのを面白がって楽しんでるだけで。だからってそれをバカにしてるわけじゃないの。そうそう、バカにしてるわけじゃないよ。ガチでヤバい人もいるっていうのは事実だからな。みんなあの空間、あの場所に浸ろうと努力して演じられるからこそ、本当に心から一つになれるのよ。そうそう、それはわかるよ。それって純粋でとても気高いものなのよ。そう思うよ。だって音楽買ったりイベントに行くのってお金がかかるでしょ。楽しもうと努力しない人はいないわ。いいこと言うな。だからそれはとても前向きな努力なの。それを私は信じてる。いいこと言うな。確かにその通りだ。ごく一部出待ちしたりとかストーカーしたりとかやばいファンもいるけど、それはあくまでごく一部であって、みんな楽しむためにやってるんだっていう楽しもうとすることだよな。そういうことか。あ、今キリト君笑ったでしょ。どうして。いや、いいこと言ったからだよ。あ、ごめん。だって今すごく教わった感じがしたからさ、俺もまだまだだなって思ったんだよ。アイドルオタだから気持ち悪いとかそういうこと言っちゃダメなんだよ。うーん、なんだか子供扱いされてる気がする。見た目が子供だからしょうがないじゃないか。してないよ。キリト君の心の内を聞かせてくれたら許してあげないこともないわよ。なんでこの二人こんなに仲良くなったんだろう。そうだな、俺ももっとこの VRMMO の世界を楽しもうと努力しようかなってさ。じゃあ俺もこのソードアートオンラインのロストソングをもっと楽しめるように努力しようかな。ゲームってのはそもそも単純明快で未知に溢れててもっとワクワクするもんだもんな。うん、そうね。それがゲームの醍醐味ってやつよ。楽しくやろうか。いい最終回だった。武器鑑定してたっけ。してなかった。さて始めますか。両手剣がある、片手剣もある。他にやりたいこと、また来てね。装備できるかな。多いな。弱いの売らないとな。こっちじゃなくて他のメンバーは。ストレアさん確か両手剣今拾っただろ。両手剣、両手剣一緒か。リーファは間違えた、ステータス見てしまった。プラチナカー持ってるわ。お、あっちの方がいい。多いな、売らないと。じゃあ行こう。
ストーリーを進めるぞ。もっとロストソングを楽しまないとな。どこに行くんだったっけ。そもそも今なんでここに戻ってきたんだった。1週間ぐらいしてない気がするからな。選挙カーがひたすらうるさくて全然やる気が起きなかった。でどこに行けばいいんだ。さっぱりわからねえ。困った、どうしよう。サブミッションじゃない。あれ、何をしに行くんだったっけ。わからないからその辺の扉に入ってみるか。近場のダンジョンをクリアしろっていうのは話を聞いた。扉に鍵が。でどっかのダンジョンに行って、近場のダンジョンは誰かがどうたらこうたらでどうたらだっていう話を聞いた。ここ以外のダンジョンに行ってみようか。そうだな、こっち側。まっすぐか。あれ、間違えた。ロックオンしてみた。まっすぐ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 。うわ、行けなくなった。どこだ。とう、飛べ。あれ、行き過ぎた。どこだ。あったあった、こんなところにあった。とう、ここでもなかったらどうしよう。もう行く道が分からないぞ。お、人がいる。この先は強いモンスターがどうたらこうたら言ってた。ええ、なんとか。気をつけてください。トラップだと。でもそんなの関係ねえ。マップを見よう。こっちから行こう。ダッシュ。ほっほっ。ブルーン強いな。両手剣のダメージアップ。飛んでるの本当倒すのめんどくさいよな。倒した倒した。調べるが出るまで取れないっていうのかな。またお前らか。もういいよ、無視しよう。こっちは倒すか。決まってない。強いな。これは何なんだろう。バテてる。痛い痛い。分からない使い方が。めっちゃ硬いなこいつは。何なんだこれ。こいつはちょっと強すぎじゃないか。
見てねえよ、そんな暇ねえよ。敵が強い。そうか、よかったな。ここからが勝負だな。死にかけてるぞ。じゃあヒールして。なんか敵無限湧きしてくるから、もう無視しよう無視しよう、無視無視に限る。間違えた。お、宝箱ある、ラッキー。弓を手に入れた。弓ちゃん、なんで弓ちゃんって誰だよ。こっちはいけるのか。鍵は開いてた、閉ざされている。行くよ、大丈夫？ありがとう、回復してくれた。空っぽだった。そして敵がトラップだ。モンスターハウスだ。おい、入り口が閉まっちまったぞ。これはトラップです、皆さん気をつけてください。転移結晶を使うんだ。ミミックか。モンスターが湧いてきたぞ。こいつらを倒さねえと出られねえってことか。回復して回復。へいへいへい、弱いじゃないか、255しかない。これくらい効く。おお、めっちゃ効く。次の方、おそりゃ頑張ってるじゃないか。すげえ火力高っ。やるじゃないか。さあどこだ。そのままフッといくとスイッチでもあるのかな。スイッチがあった。スイッチいくぞ。どこかで何かが開く音がする。ここか。ここもトラップか。扉が開いた。二つある。またスイッチがあるわね。同時に踏むんだ。これもトラップかもしれないな。同時に踏むぞ。うん、すごく怪しい。もしかしたら宝箱のある部屋の扉が開くかもしれないよ。試しに押してみようよ。ちょっとそんな簡単に押すんじゃない。どうするか。押さないと進めないぞ。同時に踏もうぜ。そっち頼む。おい、踏んだよな今。どんだけ体重軽いんだよ。ゴー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 。なになに、なになに。やっぱりトラップだったわね。モンスターフッサー、またお前らか。みんな気をつけ。一旦引かないよ。こっちはゴー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 。今なんかスイッチみたいなの踏んじゃった。ストリアが踏んだのか。どう見ても俺が踏んだぞ。開いた、宝箱どこだ。中身を調べ。今仮中じゃないの。いいの。空っぽか。お、首飾りだ、ありがてえ。やったー、レアアイテムゲットだ。レアアイテムだったのか。キルト君、どうしたの。あ、いや、なんでもないんだ。何かあるなら言いなさい。そうやって顔じゃないよ。さっきトラップにかかってからずっと。さっきからずっと。そうかな。サチか。ねえキリト君、手を握ってもいい？刺したか。アスナさん刺してくれたの。キリト君、君は一人じゃないんだよ。私は君を守るって言ったでしょ。これからもずっとずっと君の隣にいるからね。なんだこの人、いい奥さんじゃないか。それにリズやクライン、キリト君の周りにはたくさん仲間がいるんだよ。だから大丈夫。なんだすごいな、すごくいい人じゃないか。そうか、そうだよな。ありがとう、アスナ。アスナさんいい人だな。さてみんな先に行っちゃったね。早く合流しないと見失っちゃう。みんなも優しいな。
あえて二人っきりにしてあげたのか。そうだな。ほら、キリタ君、行こ。あそこでモンスターと戦ってるよ、他の人たちは。それと、みんなに追いつくまでこのまま手をつないでいてもいいかな。リズベットが怒るぞ。ああ、もちろんだよ。うん。で、あの二人は今モンスター戦っているよ。かわいそうに。決める決まらない。硬いな、だいぶ硬いな。向こうにいる。じゃあ誰と戦ってるの？3匹いるのか、まだ。はい、おしまい。やるね、彼。ね、やるね、彼って何だったっけ。よし、沸かしたっけ。猫苦情だ。まだ終わらない。なんかしてくれた？回復？魔法打ってる、必死魔法つけてる。もう終わったんじゃないか。ストレアがいっぱい覚えた。さあ次に行こう。そこが空いてるのかな。でも行くとこないぞ、ここ。首飾りを手に入れたからおしまい。これは、これはなんだ。これさっき押したやつ。これで終わりか。これでここが空いたから、宝箱ゲットぜ。終わったぜ。大丈夫か。ええ、なんとか。もう終わったよ。ボスいなかったな。いいのか。いいみたいだな。これでイベントでもあるのかな。もう行くところがないぞ。キュインキュイン。止めなくなった。しょ。よし、行くぜ。とう。あれ、飛べない。まだ飛べない。どっちだ？反対だ、こっちだ。光ってる、光ってるぞ。なんか光ってるぞ。もしかしてもともとこっちに行かないとダメだったんじゃないか。回復するぜ。回復するぜ。一人何格好つけてるんだろう。装置の近くまで来てみたけど、どうやって使うのかわからないね。さっきの首飾りじゃないか。今までに見た気流装置に似てますけど、形は違いますね。これで雲を全部吹っ飛ばすとか。3箇所強く光ってるし、何かしら動いてるんじゃないか。乗ってみようか、そこに。残念、分かりません。分からないから帰ろう。帰ったらきっとイベントがあるはずだ。飛び降りずで通う。合ってなかった、こっちだ。このまま、まっすぐ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 。どこ？この上か。さあ帰ってきた。
何かイベントがあるだろう。何かイベントがないと生き方がわからない。またセブンさんですか。バイクが通った。なんでうるさいバイクが好きなんだろうか。これには理解できないけどな。はーい、キリト君、やっぱり来ると思ったわ。セブンさん、何回このイベントあるんですか。俺に何か用があったのか。息抜きついでにキリト君と話したいなって思ったの。君と話すのはとっても面白いんだもの。じゃあ携帯でも交換すればいいじゃないか。そうか。ほら早く座って。またシャムロックのみんなが探しに来ちゃうかもしれないでしょ。シャムロックのみんなもう放置でいいじゃないか。アスナの時といい、どうして縛られないといけないんだ。ああ、ねえねえキリト君。なんだ。キリト君って OSS 持ってる？ OSS オリジナルソードスキル合ってるだろ。そうだろ。いや持ってないよ。そうなんだ。なんで？めんどくさいんだろ。今スバルトエリアの攻略が最優先だからな。 OSS を習得する時間がないんだよ。両手でスキルを交互に繰り返してるし、それがほぼ OSS じゃないのか。正直なところオリジナル技を作ってみたいと思ってるんだけどな。それじゃあ新エリアの攻略は私たちに任せて OSS を習得してみたら。いやだよ、新エリアの攻略したいよ。そういうわけにいかないさ。そっか、キリト君の OSS 欲しかったんだ。てめえふざけるな、作らしといてよこせっていうのか。しかもそれでおしまいか。なんてやつだ。メダリオンオブヘイニー。さて、他にやりたいことはいつでもいらっしゃいね。装備。なんだこれ。防御が上がって、防御めっちゃ上がるぞ。つけとこ。次どこに行くのかわからないぞ。とりあえずセーブするか。